どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、今現在日本のトップランカーさんたちの間で話題となっている4面撮りの戦法についての動画でございます。早速見ていきましょう。このですね、4面撮りの方法、戦法を考えたのはですね、こちらの今現在日本のクランランキング5位の方のですね、こちらのドフラミンゴさんという方が考案したという、戦法でございます。早速見ていきましょう。4面攻めとはゴーレムで援軍を釣ってしまうんですね。普通ですとやはりですね、以前はホグライダー5体とかで、釣っていた方非常に多いと思うんですけれども、ホグライダー5体ではですね、現在最近では通用しないらしいんですね。それをゴーレムに変えることによって、非常にタウンホール10カンストムラカンストしていてでもですね、星2が確実に取れるという戦法でございます。はい、このような村ですね、防衛施設はもちろんカンスト、火壁、そして青壁まであるというですね、もうトップランカーみたいな、もう本当にすごい村ですね。はい、まずですね、この方は、トミーさんというロジックドネイターズさんのリーダーを務めている方でございます。まず最初に、バーバリアンでターゲットを取らせて、ウォールブレイカーで開けていくという感じにしようとしたんですけれども、隠しテスラが出てきたということで、12時の方向から穴を開けることを諦めてですね、6時の方向から穴を開けるようにしたそうです。まあ、ちょっとここでまた、隠しテスラが出てきてミスってしまっていますけれども、ここは落ち着いてやっていますね。そしてゴーレムを出しました。この位置、ここでクランの城があってですね、ここゴーレムで援軍をするという形なんですけれども、ゴーレムの後ろにウィザードを3体つけましたね。はい、そしてここが非常にポイントとなるんですけれども、隠しテスラ、この配置は隠しテスラが出てきました。隠しテスラをですね、壁を開ける前に壊してしまったら、ゴーレムはこちらのですね、大砲に向かっていってしまうことはもう分かりますよね。ここの隠しテスラを攻撃 し終わったらですね、こちらの壁が破壊されていなかったらゴーレムはこちらに流れてしまうんです。なのでここで重要なポイントは、隠しテスラを壊す前に壁をしっかりと開けること。今ウォールブレイカーがいるのでしっかりと開けられていますね。ことが重要となってきます。さあ、ここで隠しテスラが壊されたタイミングでゴーレムがちゃんとですね、中に入ってくれました。さあ、このタイミングで、援軍が出てきましたね。援軍が出てきました。そしてここゴーレム3体で押していくんですけれども、ここでなぜゴーレムで援軍をするかというとですね、こちらの今回の4面攻めのその、方法としては、ゴーレムで援軍を釣り、なおかつパーセント、今 8% 取れていますけれども、援軍を引き出しつつパーセントを稼いで、タウンホールが破壊された時のその、例えばせっかくタウンホールが破壊したのに 35% で終わるとか、そういうことがないためにパーセント稼ぎとしてのゴールエウィズを最初の方に打つということですね。さあ、ここでバーバリアンを、釣っていきました。でこちらはですね、まずは、援軍処理をするところなんですけれども、やはり基本的にはやはりここで釣ったので、まあ、6時の方向とかで援軍処理をしたいかなと思うんですけれども、それは違うんですね。3時の方向と9時の方向から、もう援軍をってですね、処理しないといけないんですね。その訳とはですね、こちらの4面攻めの攻め方は、ここをですね、面一つの面として取らないんですね。例えば普通の3面ここで援軍を釣ったらですね、まあ例えばここら辺をサイドカットして、ここから本体を流し込むっていうのも全然ありだと思うんですよ、普通の3面ですと。しかし今回の4面攻めは1つの面を、援軍釣り出し、そしてパーセント稼ぎのみの面として使うんですね。はい、援軍処理を端ですることはですね、1面、2面、3面、そして4面になるということですね。さあ、ここで援軍を、処理していきます。いや、ここやっぱりネクマンとバルーンとね、ウィザードが出てきて非常に処理がめんどくさそうな感じですけれども、しっかりとネクマンでおとりにしてウィザードでどんどん攻撃していくという非常に、セオリー通りのね、援軍処理の仕方だと思います。援軍処理をしつつ、このような感じで壁をもう上げていますね。さあ、そして、ペッカなどですね、ゴーレムとかで、しっかりと面をですね、3面取っていっていますね。1、2、3取っています。さあ、ここで、もうここからはですね、普通のゴレウィズではなくゴワイブみたいな感じですね。レイジとウォールブレイカーでしっかりと穴を開けてですね、フリーズとかを打っていき、まあ、中にどんどん侵入していくという形でございます。いやー、この方法ね、で見ていただきたいんですけれども、今の段階で 39%、 そしてフリーズを打ってですね、
タウンホールを破壊した瞬間にはですね、もうすでに 50% いっちゃってるんですよね。まあ、今クイックをその真ん中で、戦っておりますけれども、さあここでアーチャークイーン、もうこの時点で 52% ですからね。そしてもうアーチャークイーンがタウンホールを破壊しました。いやー、やはりですね、この段階でやはり、パーセントがですね、しっかりと最初の方に面を取ってですね、援軍を釣り出したあのゴーレムとウィザードが今になってやはり役に立っているんですよね。しかしこのですね、戦法の、一つの難点としては、やはり星3が取れないと援軍釣り出しや援軍処理に時間がかかってしまうので、まあ、それだけで1分ぐらいかかってしまうんですね。なので、まあ、星には確実に取れますけれども、まあ、タウンホール10のカンストメルから星3取るなんて無理だろうって思う方もいると思うんですけれども、本当に上手い人は普通に取れちゃうそうなんですよ。ですけれども、本当に上手い人がこの戦法をやったところで、まあ、星に止まりになっちゃうそうですね。やはり時間的な問題で。いや、それにしてもですね、やはり、全てが、計算し尽くされているかなと思います。やはりですね、もうベースを見た時にゴーレムがどのようにして釣られるかであったりですね、そのゴーレムがの動きを先に予想して壁を開けるだとか、そういうことが非常に重要となってきますね。はい、そうですね、やはりここでゴーレムを出してウィザードで、ここがですね、ウィザードをここで隠しテスラがですね、最初にすぐに壊されないようにウィザードが3体っていうことが重要なんですよね。ここでウィザードの数がですね、もう多かったりすると、隠しテスラが壊される前に、まあ壊されて壁が開いていないですね前にゴーレムがですね、こちらの大砲に向かってしまうので、3体というその過剰に、戦力を使わないということも非常に重要でございますね。いや、そして私だったら6時の方向とかで処理したくなっちゃうんですけれども、ここは確実に、先ほどのパーセントを稼ぐためにですね、もう違うところで3面を取り始めるということですね。やはりここから攻めてしまうと、もう完全にパーセントが足りなくなってしまうそうなんですね。はい、いや、それにしてもやはりですね、もう綺麗ですよね。はい、まあ、ここからはもう普通のゴーレムとペッカとかヒーローとかで、ちゃんと3面を攻めていってタウンホールを破壊するという感じですね。まあ、一番重要となってくるのはこの3面取りで、一番重要となってくるのはやはり3面プラス1面、その1面は、まあ、そこまでその攻めには使わず、パーセント、ある意味でのパーセント稼ぎとして使うようですね。はい、うわー、もうすごいなこれ本当に。そしてあとはもうね、普通にやっていけば、あとはもうペッカとかね、ネク、そのアーチャークイーンさんとかがやってくれて 63% ということで、ロジックドネイターズさんのトミーさんが攻めたですね、あちらのドミフランゴさんが が考案した、すごい、これぜひ皆さんも真似してみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。